ジャンガラ念仏踊り。ジャンガラ念仏踊りは、福島県いわき市を中心に分布、伝承する郷土芸能で、鐘、太鼓を打ち鳴らしながら、アラボンを迎えた家などを供養して回る踊り念仏の一種で、ある。いわき市内では、単に、ジャンガラと呼ばれ、親しまれている。主に毎年8月13日から15日までの3日間、行われ、いわきの夏の風物詩として知られる。 いわき市の無形民族文化財に指定されている。起源は江戸時代にまで遡るが、由来は諸説あり、江戸時代前期の浄土宗の構想を有点承認。現在のいわき市、四つくら出身が村人たちの慰安と念仏の普及を兼ねて、南無阿弥陀仏の商業を歌の節に合わせて利と共に唱えさせたのが、始まりとする説、かつて市内各地にあった。 老人たちによる月念仏孔から派生したとする説などが伝わっていた。なお天保年間に、鍋田三前が記した、秋山随筆では、ジャンガラの起源につき、有天商人起源説のほかに、やはり現在の岩木市出身の大中商人が、関与していたのではないかという憶測も併記されおり、すでに、江戸時代末期には、その起源が不明確であったことが伺われる。 かつては、有天承人起言説が通説として、広く語り継がれてれていたが、それを裏付ける資料がなく、言い伝えの息を出るものではなかったところ、近年の調査研究により発見された、岩木平藩家老職、後家に伝わる、ご内容後日書に、リアス寺、沢村官兵衛が回帰したと伝えられる寺より、法祭念仏始まる、ジャグアラジャグアラと金をたきた立。 念仏をかまびすしくとなえこうは、岩木の名物なり、この古みなりとあることが、小川郷筋由書書に、残祖により切腹させられた、沢村勘兵衛の一周期、1656年、明暦二年二十カ村余りの農民が供用のため、念仏工業をしたとの記述とも一致することから、岩木平藩の軍部業で、用水路の工事を指揮した、沢村勘兵衛勝ちめの礼を慰めるため、 当時江戸で流行した和災念仏を村人たちが始めたことがジャンガラの起源であることが確実視されている。なお、ジャンガラの語源は、ご内容語実書にも、ジャグワラジャグワラとあるように、鐘の音の擬音と考えられる。集落ごとに、その地区独特の形態で伝承されており必ずしも、一様とは言えないが、おおむね以下のような特徴を有する。大イン県庁。 いわき史料最時民俗記、1892年には、じゃ、うがら念仏と派、即念仏役にて、男女間列、金を叩きき、鼓を撃つ。仏名を称え、対抗、だ、男女打群で、夜を信して遊行し、中二廃官の集大優のなりの良しとあり、明治時代以前には、女性も参加していたこと、また、荒本供養の仏事としてのみならず、 協楽的な行事としての側面があったことがうかがえる。さらに、男に、して女、称する者あり。女に、して男、称する者あり。ある腹体に、してふんどしを、おだれし、その端を後者の特備に決、非、後者もまた端を、おだれするあり。あるはごも縁を鎧とし、は葉を、兜とし、宝器、木刀をもって、大正刀、とし、仮面をもうり、武者にふんする者あり。 ストムテシを、セリヒ、笑いを釣りる。その集体、目、するにおしびざるものあり。とも書かれており、現在のジャンガラ念仏踊りからは想像もつかないほど、強楽的なものだったされている。その強楽的側面が災いして、1873年には、風紀上の理由から、検知以来、その平和や領差し禁止命令まで出されたという。なお、 1671年にも岩木平藩主、内藤義康により、大政を模様し美礼をことごとく他念仏踊りを禁じる布告が出されており、ジャンガラ念仏踊りが17世紀には成立していた根拠の一つとされている。2008年12月14日、平蘇神青年会、平蘇神渦型ジャンガラのカイラの勇士が、渦型ジャンガラと称して、 江戸時代のジャンガラ念仏踊りを創造復元する試みを福島県立岩木高等学校で行った。かつて岩木市内では部落ごとに念仏校、活念仏校と呼ばれる地区の老人たちの校組織があり、月ごとに、仏道で金や太鼓を叩きながら、念仏を称え、また葬式などに呼ばれる降のための念仏や、さらには雨乞いの念仏なども言ってもいた。 仏道等の座敷での座り念仏のほか、野外での立念仏と呼ばれる念仏踊りも行われ、その立念仏が現在のジャンガラ念仏踊りの念仏に似ていると言われ、ジャンガラ念仏踊りが月念仏校から派生したとする言い伝えの根拠とされている。この点について、岩木市吉馬町成沢地区に伝わる古庄には昼派念仏者持ち夜派若者持ちと記載され、 また、小川豪筋自由書,書によれば、沢村官兵衛の一周期に集まった老若男女が沢村への法恩と母提のため、毎月念仏工業を行うことを約束。これが、東国念仏工の起源であるとの記述があり、老人たちの月念仏工とは歌手のジャンガラ、念仏踊りが昔から並行して模様されてきたと考えることもできる。ジャンガラ念仏踊りは、 福島県いわき市内に多く分布伝承されているが、いわき市内でも行われていない地域がある。いわき市周辺市町村でもいくつか伝承されている。北限としては、大熊町長者が原祭神社で8月14日に行われているものがよく知られているが、それよりも北、双葉町、山田、石熊地区でも毎年、8月14日に荒本周りのジャンガラが行われている。 愛想地区では、その他に、奈良波町大谷にも伝えられている。また、難言としては、北茨城市大津町に7団体ほど伝承されており、荒本周りのほか、8月16日大津港での県、指定重要無形民族文化財大津の、盆泉流しでも演じられる。また、阿武熊高地に近い山間地区では、平田村、駒形、古戸の町馬場平、 お野町ょ神派手庭に今もなお伝承されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。